民主党新緑友会の福山哲郎です。現在も私は与党のあのような暴力的な強行採決は断じて認めるわけにはいきません。今も国会の周辺に多くの方々が反対の声を上げて集まっていただいています。全国でテレビやツイッターやフェイスブック、あらゆるメディアを通じてこの国会が注視をされています。たくさんの人々は有名になった学生団体のシールズだけではありません。憲法学者、元法制局長官、元最高裁判事、最高裁長官、各大学の有志の皆さん、そして 何より、一人一人、個人として、この法案をなんとか廃案にしたいと、少しずつ、一歩ずつ、勇気を持って動き出していただいた皆様が今この国会と全国で注目をいただいています。これらの数えきれないほどのたくさんの皆様の反対の気持ちを代弁するにはあまりにも力不足ではございますが、邁進の力を込めてこの立憲主義、平和主義、民主主義、日本の戦後70年の歩みにことごとく背く、この法案に対して違憲を断じ、違憲と断じ、私は反対をここで表明させていただきます。そして多くの国民の皆様に心からお詫びを申し上げます。今もおそらく祈りにも似た気持ちでこの国会を見ていただいているでしょう。でも残念ながらあと多分数十分もすれば、数の力におごった与党がこの法案を通過させることになるでしょう。本当に申し訳なく思います。期待していただいた野党は力不足でしたが、それぞれの委員、それぞれの政党、それぞれやれることを国会の中で懸命にやらせていただいたつもりです。そこは国民の皆様に信頼をしていただきたいと思います。先ほど何の採決が行われたのか画面を見てわからない方がたくさんいらっしゃったかもしれません。あれは与党がこの本会議のこういった発言に対して時間を15分以内にしなさいという制限をつける動議を提出をして、我々はそれに対して反対賛成の票を投じて、結果として今のこの私の発言は
15分で制限をされました。この本会議、これまで何度も問責決議、解任決議、いろんな決議に対して与党はこの動議を提出をし、野党側の発言の時間を制限をしました。例えば30分議論をしたいと原稿を持ってきた議員は、それで自分の言いたいことを言えないまま壇上を下ろされることもたくさんありました。私が若かりし頃、もう10年以上前になりますが、この参議院でどうしても通したくない盗聴法という法案に対し、3時間いわゆるフィルバスターという反対演説をされた議員が先輩でいらっしゃいました。今日もお隣の衆議院では、我が党の枝野幹事長が約2時間の演説をされました。私がこの動議の話をしだすと、最低限のルールだとかそういったやじが飛びました。なぜ隣で2時間の議論が許されて参議院は15分なのでしょうか。参議院も国会も含めて、ここは言論の府です。我々の国民の、我々は国民の言葉を伝えるためにここに立たせていただいています。それを与党が数で言論を封殺することは許されません。そしてこの言論封殺は強硬に審議を打ち切り、昨日あの暴力的な強行採決をしたことにつながっています。暴力的な強行採決と言論封殺の末に、我々野党の議員の表決権を奪ったこのような法案の昨日の採決は存在しえない、ありえない、私はそう思います。しかしそう言うと、じゃあなんでお前はここに出てきたんだと言われる方がいるでしょう。それは我々は昨日のあの理不尽な採決に抗議をして、ここから例えば退席をしたら一番楽をするのはあなたたちじゃないですか。そしてこの言論封殺の実態も国民に知らせないまま、我々はこの国会から立ち去ることを我々自身の気持ちで許さないから、あの採決は我々は無効だと思っているけれども、とにかく国民の皆さんの気持ちを代弁し、反対の気持ちを、反対の意思を表明するためにここに全員立たせていただいています。三権分立の我が国で、立法府で審議中の法案に対してOB とはいえ、司法、それも最高裁長官が違憲と発言をされることは極めて異常な事態です。最高裁長官の発言や法制局長官の言葉を一私人の言葉として切り捨ててしまう、いかにそれが大それた傲慢なことか、やってはいけないことをしているのか、なぜ与党の皆さんは、安倍総理は理解できないのでしょうか。それがこの国の法治国家としての基盤を崩してしまうことをなぜ理解しえないのでしょうか。当時の最高裁長官の山口元長官は、長年の慣習が人々の行動規範となり、それに反したら制裁を受けるという法的確信を持つようになると、これは慣習になる。憲法9条についての従来の政府解釈は、単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈、
化している解釈を変えて、集団的自衛権を行使したいとなら、9条を改正するのが筋であり、正攻法でしょうと、今回の法案について意見と述べておられます。至極真っ当な意見です。そしてその前には、政府高官は違憲かどうかは最高裁が判断するんだと嘘吹きました。そして元の最高裁長官がこういう発言をされると一私人だと切り捨てました。ご都合主義もいい加減にしてください。そして立法府の人間が、国権の最高機関である立法府の人間が、自らが立法する法律を違憲かどうかを最高裁に判断してくださいって丸投げして、それで立法府の責任が果たせるんですか。皆さん、そんな当たり前のことがなぜわからないんだ。そしてそんな当たり前のことをなぜ理解せずに最高裁に任せればいいなどという無責任な発言をするんだ。私は同じ立法府にいる者として大変恥ずかしく思います。砂川判決も昭和47年見解も審議の中でもう根拠にならないことは明白になっています。お前の質問は毎回同じか。おい、今言ったもの、僕の議事録を読んだ、読んだか。おい、今のヤジは許せない。私の議事録を読んで、僕の質問が、私の質問が全部同じかどうか今ここで証明しろ。おい、今言ったもん手を挙げろ。おい、今言ったのは誰だ。議長、今のは許せん、今のは許せないやつ。この状況であのやつは何だ。議長、お願いします、注意してください、注意してください。ヤジを言って、誰だと言われて、自分だと言えないようなヤジを言うな。ブーメランで帰ってくる。私今壇上にいるんだ。いいですか。少なくとも40年以上日本は集団的自衛権の限定行使はできないと、歴代の法制局長官とあなた方自民党の先輩それぞれの皆さんが、内閣総理大臣も含めて全ての閣僚がそれを決めてきたんです。歴史の歩みを軽んじ、法的規範性を壊すことになぜそんなに鈍感なのか、なぜそこに謙虚さを持てないのか。私は戦後70年のこの歴史と、先人の日本をこれまで豊かにしてきた自民党の歴代の保守の政治家に一定の敬意を持っています。しかしながら今の自民党、あなた方は歴史の歩みと先人のこれまでのご尽力をまさに切って捨てる。あなた方に保守を語る資格はありません。あなた方にあるのは単なる保身にすぎません。もう違憲かどうかは明白です。ホルムズ海峡も立法事実としてはどこかへ行きました。総理の発言がありました。それもこの法案の審議の終盤に発言するところに、安倍総理のある種の私は姑息さがあると思います。米韓防護ももう米韓一隻では動かないということを、これも総理を含め認められました。自衛隊のリスクはない、減ると言った安倍総理の発言ももうほとんど絵空事になっています。
なぜここまで審議の中でこの法律の出来の悪さが、この法律の矛盾が我が国の有事に対するこれまでの我が国の安全保障の法体系を崩していることが明らかになっているので、なっているのに、なぜ謙虚にそれを素直に修正をしたり改正をしたり、さらにはしっかりと出し直すことをあなたたちは考えないんですか。総理やあそこにいらっしゃる中谷大臣の答弁が二転三転をするにつけて、それをかばうために別の条文を引っ張り出し、それをなんとかごまかすために別の答弁をし、そしてどん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 深みにはまって混乱に混乱を極めて、一体これだけ論点が散らかったまんまで実力部隊の自衛隊の皆さんをどうやって海外に出すんですか。私は今回北沢元防衛大臣と一緒に委員会に臨ませていただきました。防衛大臣は自衛隊員の皆さんを本当に可愛がっておられて、いろんなお話を逆に北沢防衛大臣から指導を受けました。その北沢防衛大臣ですら、こんなことで自衛隊員を外へ出すのは忍びない、そう言っている北沢防衛大臣の思いをなぜあなた方は分からないんですか。自衛隊員の皆さんにも家族がある、自衛隊員の皆さんにも人生がある、なんであなた方はこんないい加減な法律で自衛隊員の皆さんに加齢をして海外に行けと言えるんですか。一つ重要なことを申し上げます。これは重要なので聞いてください。その時間を守れというやじと同じぐらい重要なルールの話なので聞いてください。昨日の暴力的な強行採決は最後ぐらい黙って聞け。あなたたちには武士の情けもないのか。昨日の強行採決の場面を思い出してください。河野池委員長が副席をされました。私は野党の理事の立場として、あの委員会の議事は実はまだ合意ができていませんでした。もちろん委員長が職権で立てておられることは私は承知の上です。しかしその職権で立てていることは承知の上ですが、合意をしてないので、私はこれが始まる前に委員長に議事を整理をしたいと言って、ゆっくり委員長のところに歩み寄りました。そしたら突然与党の議員が、それも委員会のメンバーではない議員が20名以上がざーっと来て、あっという間に混乱の極みになりました。皆さん、今日参議院のスタッフがご丁寧に私に昨日の議事の日程を出してくれました。いつどこで何の議事がされたか、採決がされたか全くわからない状況の、どういうわけか議事が出てまいりました。時間があって何か知らないけど採決が書いてあります。これで実は見事にですよ、委員会の開会の時間が入っていません。議事録を見ていただけばお分かりのように、委員会の開会がスタートしていません。つまり野球で言えばプレーボールがかかっていないのに、試合がされてないのに採決なんて皆さんありえないでしょう。そしてこの委員長認定というこの紙に重要なことが書かれています。重要なことが書かれています。実はその前の日にありました地方公聴会の報告がされていないことが、この委員長認定の紙でも明らかになりました。参議院選令280、派遣委員はその調査の結果について口頭または文書を持って委員会に報告する、こう書いてあります。委員会に派遣は報告をしなければいけません。
派遣報告はされていません。地方公聴会の派遣は我々の委員会45人でしたが20人です。残りの25人は実は委員会のことを聞いていません。そしてその委員会の報告を聞いて、それぞれが委員会の中身、公述人の方の中身を確認をして、審議にそれを供して採決に至るというのが参議院の委員会のルールです。ところが委員会の報告がないということは、地方公聴会をしたにもかかわらず、実は採決としては重要な重大な瑕疵があるということが明らかになりました。そしてこのことは野党の採決権が剥奪されたことに加えですね、公述人は外、外部の方です。外部の方が委員長のお願いで、要請で公述に来られました。そしてその公述に来られた方の公述が委員会に報告をされませんでした。時間が超過をいたしております。委員会がその報告を受けなければ議事録には載せられません。つまりこのままで言うと、あの地方公聴会は開催をされて、公述人の方はしっかりと公述をしていただいたのに、その議事録に載らないということは、あの公述人の地方公聴会はなかったものにされます。これは外部との関係です。すいません、先ほどからルールを守れと言われていますが、いいですか、時間を制限をしたこの10分や20分よりも、採決の要件である地方公聴会の委員会報告がない方がルールとしては大変な瑕疵になります。我々の野党推薦の公述人は、東京大学名誉教授、元副学長、前日本学術会議会長、広渡正吾さん、弁護士、青山学院大学法務研究科助教、水上隆久さんです。これは外部の方でございまして、この外部の方の議事録が、このままなくなったことにされてしまうというのは、参議院としての最大の汚点を残すことになります。そしてそれはこの採決が無効であることになります。そしてもう一つ申し上げます。私はこのことは何としても外部だから、与党も野党も関係ない、時間の遅延も関係ない、そんなことではなくて、ちゃんと委員会を開いて報告をしてほしいと言って、自民党の一人事に今日昨日の夕方からこの問題を申し上げて、理事懇を開いていただいて、委員会をとにかく短期間でもいいからやらないと議事録に残らないからやってくれとお願いをしたのに、全くもって音沙汰なし黙認をされました。これこそが言論封殺じゃないですか。皆さん、私はこういったことが政治の信頼をなくすというふうに思います。8分がなんだ、あなたたちは我々の審議を昨日打ち切ったんだ。そのぐらいのことは寛容で武士の情けで聞け、黙って。わかりました。あと一個論点を言って締めくくりの話をして終わりますから、静かにしてください。総理は、そして自民党の方々は、戦争法案と言われるのを嫌いました。戦争法案言われるたびにレッテル貼りと言われました。しかし総理は議事録で何度もアフガン戦争、イラク戦争、湾岸戦争と言われました。日本は
アフガン戦争、湾岸戦争、イラク戦争を違法な戦争と認定したことはありません。総理は戦争というと、日本は違法な戦争には参加しないからだと言っているのに、じゃあこの3つの戦争は総理は違法と思っているのか、間違いなく思っていません。そしてアフガン戦争ではイギリス、カナダ、フランスが集団的自衛権の行使をしています。その時にイギリス、フランス、カナダ等がアフガン戦争は戦争ではないと言うんでしょうか。そして岸田外務大臣はジュネーブ条約上存立危機事態の状況の時には日本は紛争当事国だということを認めています。紛争当事国というのは戦争に参加をしている国ということです。そして総理自身がアフガン戦争と言っている戦争は日本国政府は違法だとは言っていません。そこに集団的自衛権を行使することは当然戦争に参加をすることです。そのことを私は総理に確認したかったけれども、総理が審議を打ち切ったのでこのことも確認できませんでした。ですから戦争に参加する法案だということは全く間違いのないことだというふうに思います。戦争法案だと言われれば本当になんか考えられないぐらいすぐに反応する。そして専守防衛はいささかも変わらないと嘘ぶっけれども、全くそんなことはない。自衛隊のリスクはないと言いながら自衛隊のリスクはとんでもなく広がっている。そしてこの法案の名前が平和安全法制、どうやって国民をごまかそうとしてるんですか。それを国民が見抜いたからこそ反対の声が広がってるんじゃないんですか。安倍政権の欺瞞性に気づいたからこそ国民はこの法案に声を上げてるんじゃないんでしょうか。最後に申し上げます。残念ながらこの法案は今日採決をされるかもしれない。しかしこの戦い今は負けかもしれませんが、しかし私は試合に負けても勝負には勝ったと思います。私は国会の外と国会の中でこれほど国民と政治がつながった経験をしたことがありません。単なる試験ですが、奥田さんをはじめとするシールズに参加をしている若者や子どもたちを抱っこしながら国会の周辺に来た若い奥様方や女性やそういった人たちは、多感な中学生や高校生の時にあの 9.11 の東日本大震災を経験されていています。たとえ被災地ではなくても中学や高校の多感な時に生きることや突然家族や仕事や住んでいるところがなくなる人生の不条理や、さらには原発事故の矛盾に向き合ってきた世代が今のシールズに参加している若者の世代です。彼らの感性はひょっとしたら我々の時代とは違っているかもしれない。僕はこの国の民主主義に彼らの感性に可能性を感じています。どうか国民の皆さん諦めないでください。戦いはここから再度スタートします。立憲主義と平和主義と民主主義を取り戻す戦いはここからスタートします。選挙での多数派などは一過性のものです。国民の気持ちをどうかずっとずっとこの矛盾したこのおかしな法案に、国民の気持ちをどうか怒りの気持ちを何とかしたい気持ちを持ち続けていただいて、どうかどうか戦いをもう一度始めていただきたいと思います。私たちも皆さんの気持ちをしっかり受け止めて戦い続けること、そして安倍政権を何としても打倒していくために頑張ることをお誓い申し上げまして、私の反対討論とさせていただきます。